アイラさん、探しに来てくれたんですね。ワンリキに投げ飛ばされ、そのまま海に真っ逆さま。なんて、波乱万丈な。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回はね、ちょっと、もう、ステージ?フィールド。フィールドにすでにおるんやけど、未報告タスクが5個あるね。え、待って、ここはどこだ?あ、そっか、ここか。未報告タスクはここで報告できるんやっけ?ポケモンの調査が進んだようですね。報告をお願いするのです。もうずっとね、帰らずに、延々とフィールド上でさ、ポケモン捕まえたりとか、図鑑完成のために、なんかいろいろしよったけん。まあ、全然完成してないんやけどね。ふふ。うんうん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。あ、でも、ブイゼル。完成したブイゼル。いや、私あれなんよ。サブクエでさ、大きいブイゼルが欲しいみたいなの言った人おったやん。やけん、延々とブイゼル捕まえよったんやけど、そしたらなんか、そっちのサブクエクリアする前に、図鑑が完成した。なるほどね。え、ケムッソは?なんやろ。倒したとかそういう感じかな。ね、完成して、ではないみたいやけん。不安定も完成して、石粒ても完成。なるほどね。あ、結構完成してきよる?よき。次の団員ランクまであと670。これが結構ね、地道に地道にしか進んでいきよらんよね。これからどうするのですか?どうしよう。一旦戻る?戻ろっか。では、ことぶき村に戻りましょう。大丈夫です。警備隊も一緒ですよ。いや、すぐそこやけんいいんやけどね。さあ、で、帰ってきたけど、なんかさ、違う違う。サブクエで、岩砕きを覚えとるポケモンが欲しいみたいなあったんやけどさ、あれは何?誰も覚えてないの?どこで技が見れるんだ?見れねえのか。これは?あ、なるほどね。あ、ここで切り替えれるんや。フィールドが。でも今まで私翡翠全域で見よったんかな?違うな。あ、なるほど、なるほど。今更やけど。今更やけど。いや、普段ね、この辺別に、図鑑を開くことがないんよね。なるほど、なるほど。コイキングの図鑑を完成させてほしいみたいなのもあったけど、まだ2なんやね。全然や。チュリーね。チュリネも完成してない。あ、そう、またさ、女の子、また妹を見つけてきてくれみたいなのあったよね。行くか。どこやっけ?これか。迷子の警備隊、海岸へ。あやふみから群青の海岸で行方知れずとなった妹のミオを探してほしいと頼まれた。これなんか色が変わったんやったよね。ガチグマライド。青色の反応を手がかりに群青の海岸で警備隊のミオを探す。青色の反応。群青の海岸ね。向かおうぜ。私。あ、まあ、ボールは、あるか。スーパーもハイパーもあるけん、別にいいわね。意味不明な。ポケモン大量発生の報告があったらしいぞ。気をつけてな。あ、大量発生2箇所あるやん。ニャルマーとオドシシ?群青の海岸は、こっちか。海岸ベース。どこかわからんけど。群青の海岸ってことしかわかっ、危ない燃える群青の海岸ってことしかわかってないんよね。あれ何の目的地なんやろ。だって、ピン立てとるのあっちよね。こっちは何?あ、普通にあれか?村かな?ことぶき村かな?ちょ、待ってね。これはあれか。ワープができるよっていうマークよね。さっきのこっちの方?あ、じゃあやっぱり村か。ふんふんふん。村ですね。ピンがここにあるけん。群青の海岸ってことしかわかってないんか。とりあえずガチグマライド。
青ね。青。青い印。で、まあ、合間に、お宝も、掘り起こしつつ、行こう。全然青い反応なんて出ねえよ。緑は若干近いんかな。そういうわけでもなく。でも、いきなり青くなったよね、前回の時の。めっちゃ反応しうる。赤が。え、この辺にお宝があるはず。お、ここや。待ってよ、今掘ってるんだから。空色玉石。空色玉石？玉石ってさ、モンスターボール作るときに必要なやつやったよね。あれかな、フェザーボールとかかな。うわ、待って。赤い目のやつおったわ。でもって別にこんな開けた場所やったらね、ガチグマとか使わんでも、目視でわかる気がする。あれもなんか赤い目のやつじゃないん、わからんけど。あー、え？違うな。ただ単にでかいだけやった。ただ単にでかいモンス、ポケモンっていうだけやった。モンスターって言いそうになった。いや、ポケットモンスター略してポケモンやけん、まあ。あ、待って、今宝あった？ここか。スイートトリュフ。いいやん、いいやん、お食べ。え、トリュフが好きなのはあれか、豚やったっけ。もしかしてこっち側じゃないんかな。いや、でも、え、どうやろ。こういう開けた場所でもさ、なんか近づかんと、人が現れんみたいなやつあるやん。ゲームでさ、そういうパターンかな。この辺、当たれんかったわ。全然渡れんかったわ。そのまんま渡っていけるかと思ったのに。今この辺、星のかけら。こっち側は、全然いないな。違う、全然いないっすね。え、これさ、走れんのやったっけ。走れんのか。なんてこと。この辺のさ、ポツポツある島とかちょっと怪しくない？なんかおるよ、人。ね、なんか人おる。でもガチグマ反応せんねえけど、誰？待って、下ろして。下ろして。誰？あなた調査隊でしょ？ちょっと助けて。何？地図上にも何も書いてなかった。このポケモンお腹が空きすぎて動けないみたいなのよ。ご飯をあげようとしたけど、意地を張っているのか食べてくれないし、コロコロ豆には反応したんだけど、やっぱり食べてくれないし。こう、クラフトする、工夫する。って言ってもどっちにしろクラフトさせられる気がするけど。そっか。コロコロ豆を美味しくすればこの子も食べてくれるよね。製造体のくせにクラフトを忘れるとか、東大元暮らしたわ。それなら豆寄せ玉がいいかも。豆寄せ玉？え、なんか前に使ったやつ？レシピはクラフト屋で売ってるの。作って一個分けてくれない？サブニーム55、ハラヘリポッチャマ。え、クラフト屋、村に帰れってこと言ったん？めんどくせえな。豆寄せ、あ、そっか、前のやつはそんな豆寄せ玉とかじゃなかったね。なんていう名前かは忘れたけど。何っていう名前かは忘れたけど。ちょっといないんすか？もしかしてこっち側じゃないんかな？クラフト屋か。こっち側じゃなくって、もう結構遠くとかかな？砂浜ベース。ちょ、一旦こっち飛んでみる。なんか怪しげな声が。待って、ガチグマに乗ってない。青いんよね。お、ニャルマ。
群青の海岸よね。ニャルマーが大量発生って言ったの。なんかその大量っていうほどでもない気がするけど、君ではない君ではないんですね。いねえな。でもやっぱり木がね、うっそうと生い茂っとる山の方じゃないんかなとは思うんやけど、浜辺とかやったらね、なんかあっという間に見つかりそうやし、また木の陰とかにしゃがみ込んどんやないん、怪我しちゃってみたいな。前回そんな感じやったよね。え、なんかこの辺から、ここか、宝は。え、違うどこ、この辺に宝あるよね。え、やめてよ、誰だか知らんけども。あ、持ちきれんかった。そして逃げろそして逃げろ。私誰に攻撃されたんかも把握できてないけど、人かと思った一瞬。あれはフワライドか。あ、この上の方とかはどうかな、おらんかな。宝には反応しようんやけどね。あれ、宝の反応も消えた。ちょっと早く走れないのが辛いわ。いねえな、全くもっていねえな。ちょっと暗くなってきたし。いやー、やめてー。あれ、何にピン立てとん、あ、今青い、どこ、え、さっき青いの出たよね。あれあれ、どこ、そこか、いや、いねえぞ。あれ、こっち、え、どこ、下、え、この下、マジかよ、おい。え、下かよ。ちょっとずつ降りれるかな。え、こっち、もしや下じゃない、いや、下だな。え、下ですよね。これ飛び降りれんやん。ちょっと、ちょっとずつ降り、あ、ここからまだ行けるかな。あ、ここから降りれそう、降りれそう。よかった。あんなとこから降りたら多分、お亡くなりに。お亡くなりになってしまう。でもガチグマじゃきた、あ、イェーイ。待って、これも取っとこう。このエリアに散らばっている灯火の数は残り15個。よしよし。どこだろうか。人の影は全然ないんやけどな。え、どこだ、よいしょ。いや、一段が高え。え、待って、あれなんか、目の赤いオクタンがいるんですが。こっち？いや、ちげえな。どこ？あれか！いた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 。あんなとこに？そりゃ見つけにくいな。でも、思ったより早く見つかったね。こんなとこにおるにしては。おったよー。何してんだ、こんなとこで。アイラさん、探しに来てくれたんですね。万力に投げ飛ばされ、そのまま海に真っ逆さま。なんて、波乱万丈な。岸まで泳げなくって帰れないんです。お願いです。送ってくれませんか？まあいいけども。いい加減おとなしくしなよ。アイラさん、ありがとうございます。俺は村でさせてください。そうそう、偉大島ってすごいですね。人を乗せてスイスイ泳ぐ姿、見惚れちゃいました。もう一人で帰って大丈夫なのかい？銀河団本部に戻って、綾文に報告しよう。よし、これでまあ、あとは戻れば。ちげえ。で、一旦、違う。砂浜ベースに戻って、結構移動しとったね。砂浜ベース始まりにしとったよ、さっき。報告できることは特にないよ。村に戻ります。では、ことぶき村に戻りましょう。大丈夫です。警備隊も一緒ですよ。で、銀河団本部と、クラフト屋にも行かんといかんのよね。オッケーオッケー。とりあえず、ちょっと先に、あやふみに、いい加減妹を、
ちょっとしっかり見といてと。ん？こいつよね。ミオが無事に帰ってきた。ありがとう。ありがとう。君に頼んでよかった。噂にたがわぬすごいやつだ。ガチグマは大したポケモンだね。川を越え、海を越え、匂いをたどるなんて。いつかポケモンに心許せる日が来たら、ガチグマのように探し物上手なポケモンと暮らしたいな。サブ任務、迷子の警備隊、海岸へ、達成。ふぅ、なんとか。